スコーパリーグ、3強2弱1地獄。おもんねえわ。交流戦でどんでん返し婚かな。3強、3地獄やろ。西武も地獄に片足突っ込んでないか。ハムが交流戦で頑張らんと A と B の差どんどん開いていくで。中日交流戦で本物の地獄を見せたるわ。地直りの愛、高みの見物。西武高橋コーナメジャー行ったら終わりじゃね。西武って序盤は優勝あるって言われてたのに急に何があったんや。やっぱり源田の骨折やろうな。A クラス同士 B クラス同士の試合は互角だけど AB 対決すると明確に力の差が出るよな。でもホークスは西武にだけ負け越しとる。オリはハムに負け越しとるんよな。ここら辺ちょっとおもろい。体感的に A クラス全勝、B クラス全敗みたいな試合日多すぎる。西武と楽天がひたすら負けててそこでハムが負けただけで B 全敗になるからやろな。3位は B クラスと発言した監督 GM が指揮する上昇チームが再開とか大事件だろ。石井は今年で退陣濃厚？弱くて打線が弱いと地獄や7にも面白くない。オリがハムを3位に連れてくで。3本柱がちゃんといるの割に西武弱すぎる楽天に代わって再開になるのも時間の問題。今のところパリーグはロッテが想像以上に頑張ってるくらいしか予想外がないわ。ロッテはいずれ落ちる。ほんまか？ロッテが上にいるだけでドラマが確定するからずっと上に置いとけ。ロッテは上位チームにボコされるから優勝できないチーム。ソフトバンクとオリックスに勝ち越せば優勝だと思う。一応ソフトバンク3勝4敗1分け以外は全部勝ち越してるで。主力選手がいきなり公然わいせつで抹消とかそら弱くもなりますよ。ハムへ入る隙あるか？森遺跡源だけが山川書類送検そらね。清宮が戻ってきてボコスカ打ってくれればあるいは交流戦でセリーグに頑張ってもらう。B クラス割と団子なんやな。イメージ的に楽天がダントツ最下位かと思ってたわ。ロッテって交流戦どうやっけあんま得意じゃないイメージあるけど、むしろだいぶ得意な方や。源田 WBC で世界一の方選んで正解やったね。もしあのまま帰ってきてたとしても山川があれじゃ終わりやし。ハム？思ったより弱くない西武。地味に弱い楽天。派手に弱い。カズオは完全にババ引いたな。まあ帰国後西武じゃなくて楽天選んだみそぎやろ。去年監督やればよかったのに時期が悪いで辻続投させたらさらなる地獄状態で引き継ぎになってくさ。西武が楽天より優れてる点ある？観客動員数。カズオ今は我慢いくら我慢しても上がり目なしなんだから永久に我慢が続くだけって分かってないんかな。ハムは西武楽天との争いから一つ抜け出し総3位まで上がってくる感じはしないけど、勝手に生えてくるタケノコ扱いされてたけどさすがに源田や森の代わりまでは生えてなかったか。そもそも秋山の代わりが生えてないからね。